はい、こんにちは、こんばんは、シャリです、今日はね、久しぶりにウィーレアプリやっていこうかなと思います、で、今日はどういう感じかっていうと、まあ、僕のこの一応ガチスカ、まあ、一応じゃないな、普通にガチスカでとりあえず、一試合やろうかなと思う。でさっきね、一試合やったんだけど、僕ちょっと2週間ぶりぐらいにウィーレやるもんだから、ちょっと全然できなくてね、まあ一応勝ったっちゃ勝ったんだけど、ちょっと見せられない内容になっていたので、はい、2試合目からお送りしたいと思います。まあ、このスカット、まあ、監督からだな。はい、ラウツィーニです。なんか、ジャニオ・カントとか、なんかいたじゃん。もう、行ってよかったんだけど、ね、ラウツィーニがなんか試合勝てたんで、こっちにしてます。まあ、みんな好みで、自分がこの監督がいいと思った人にした方がいいと思うよ。人に影響されない方がいい。それだけ言っとく。で、あと、まあ、注目ポイントは、どこだ、まあ、結構外役だね、このスカット。まあ、なんだっけ、アイコニックビエラよりも最強だった。はい、で、あと、このポイントはこのバンビサガだね、右サイドバック。本当はこのベッケンバウアー置いてたんだけど、中盤ちょっといなくなっちゃうんで、まあ、ロブソンってもありなんだけど、このビエラは通常でも、まあ、レジェンドでも。まあ、でも、この中盤に置きたいっていうのがあって、バンビサガ、交換してきました。普通に強いね。ワンパとか持ってんの？ワンパとか持ってないか。まあでも、守備重視だね、正直、うん。サイドバックにそんな攻撃は求めない。もう正直、攻撃はもう、この何、この外役2トップと、奇跡的に出たクライフと、まあ、ベッカム、ベッケンバウアー、まあ、あたりでも、ね、完結できるので、サイドバックは、まあ、いらないって感じだな。で、あとね、ベンチ外にファンバーステンとかいるんだけど、ちょっとちょっとオーウェン使いたくて、ちょっとオーウェンにした。で、あと、クライファート。まあ、こいつはガチ強いんで、本当は入れる予定なかったんだけど、一応ベンチに入れてます。スパーサブは、モリエンテスのみ。はい、以上。はい、一緒に行こう。ちなみにね、レートは1100ぐらいです。全然やってなかったので、ちょっとあんま高くもないし、まあ、すごい低くもない。まあ、中途半端なレーティング。でポッキーの日高のほらレーティングが1111。これすごいよね。さっきね、勝って1111になったんだよ。相手、レート864。これさ、レート同じぐらいにするとちょっと戦いたいよね。これで勝っても、あんま上がんない。ムバッペが調子悪い。ということで、クライファート行きましょう。クライファートガチで強いから、出た人使った方がいい。悲しんでる人いると思うよ。クライファート、クライフじゃなくて、クライファートだ、最悪とか思ってる人もいると思うけど、結構強いから、ぜひ使ってみてください。このスカットには負けるわけにはいかない。さすがにこれ負けたらね、もうちょっと俺もウィレやめるかもしんないわ。結構さ、なんていうの、ウィレやっぱさ、やってる層が、何、いろんな層がいるからさ、やっぱ冷凍の意味なくなってない。だって冷凍って言って同じ対戦相手とさ、同じ強さの対戦相手とやる、何、まあ、ある意味基準みたいなものじゃん。あとなんだ、まあ、この人はこんぐらい強いみたいなさ、基準みたいなものなんだけどさ、なんか同じくらいの人とやりたいのにさ、なんでわざわざめちゃくちゃ離れてる人なんだろうね。俺これ負けても、勝っても負けても、負けたらめちゃくちゃ下がるしさ、勝ってもそんな上がんないっていうのは本当これ結構ムカつくんだよね。ユミニキやりましょう。まあまあ、これですよ。マジ、見せつけてやるこいつに。やばい、ごめんなさい。おい、や、取れんが。でも見せつけてやりたかったね、今でも。いや、これ取れるよ、ベッカム。でも、ロナがきついな。でも、正直、ごめんなさい。言い訳させてください。久しぶりのウィレなんで、ちょっと、あんまり、僕できないです。あと、あんまりうまくないんでね。下手くそなプレイは見たくない人は、飛ばしてください。この動画すぐに今から切った方がいいと思います。ストレス溜まるかもしれないんでね。危ね。今の私がストレス溜まるわ。これは大丈夫か、ベッキーに通して、クライファーとか結構降りてきてくれるんで、いや、そっちないんだよな。いや、なんかね、やっぱ思ったところにパスが行かない。いや、強い。ナイス。あとね、スルーパスをね、よくやっちゃうんで、癖で。じゃないんだけど、まあいいや。クライファートー、おぉ、マジで決めると思ったんだけどな。マジか。コーナーキック。コーナーキックね。きついね、正直。お、ワンチャン。いや、惜しい。ジューレか。一応ね、センターバック、まあ、でかい人を前に投げる設定にしてる。なんかコーナーキックのコツとかちょっと誰か教えてください。全然決まんないんで、僕。いけるぞ、これ。いやー、一回トラップしたらでも、ディフェンダー来るもんな。向こう、いけ。あとね、センターバックのキャンベルは、これマジ外せない。キャンベルが強すぎる。キ
キャンベル以外のいいセンターバックって言ったら誰なんだろうね。ジューレ、クリバリ FP とかやっぱ。やべ、これワンチャンやばい。って書いてルメニゲいんの。マジか。縦入れて、まあ、今のところね、シュート打たれてないんで、他ね、こっちのペースでしょう。まあ、ゆっくりね、ボールに行っていこうか。ライカート、クライフ、ベッキン、クライファードじゃないと、まあ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 、取るんじゃねこれ。周りにやっぱ強いんだよな。縦切って、縦切って。いいね。守備はなんかできてるぞ。攻撃はちょっと微妙だけど。危ない危ない。ワンチャン取られてた。いや、これ取られんな。今ダメです。ちゃんと相手のマラドーナがパスコース切ってきて、僕はちょっと無理やり通そうとしたんだけど、これ取るんじゃない。ティアニー、ティアニー、ティアニーってポジションどこだっけ。一番強い、オートスライディング。いやー、皆さんどうしてます。オートスライディングはつけてますか。ちなみに僕はつけてます。でもね、つけるとね、ほんと無意味なファールするときあるから、スライディング、まあ、でも結構オートスライディングに救われるときもあるんだよね。まあ、だから正直裏つけてるんだけど、結構強いよね。危ない危ない。でもね、やっぱペナルティエリア近くのフリーキックってのはね、正直上手い人、ガチ上手い人だったらもうほぼ 100% 決めてくるから、結構きつい。これ終わったな。危ねえ。フリーにさせてたんだけど、コーナーキック俺よく決められんだよね。決めれないのに。なんでさ、自分のコーナーキック入んのに相手のコーナーキックはよく入んのか。ちょっとほんと教えてもらいたい。んー、どうしようか。あんまでも攻撃でいい目見せてられてないな。下手くそですね、今のは。そうね、どうすれば、あとね、落ち着いてボールを回すことはちょっとね、すればいいんだけど、早く攻めたいんだよね。早く攻めたいと思っちゃって、あぶね。キーパー、さすがに。ナイス、あぶね。ちょっと、あぶね。これミスったと思った。ルメニケ怖いな。これ、通常かな、レジェンドかな、これ。落としてクライファーとクライフ。いやー、そこずれちゃうか。ずれなければよかったんだけど、ね、いや違う、ファールか。よかったよかった。もうこれ直接行きましょう。もう時間ないんでね。さすがにファールだよね。よかったよかった。一回後ろでやろうと思ったけどもガツッときた。うん、直接ワンチャンワンチャンワンチャンに受ける。どこ蹴ってど真ん中よお前。パスしてるだけだろ。いやでもあのクライファートのあれシュート決めたかったな、チャンス。いやちょ、この動画もちょっとクソみたいな試合になるかもしんない。あ、でもまだ前回の試合はマシだ。前回の試合のなんかひどかったんで、ほんとパスコースをね、切られてるところにちゃんと出すって。なんかアンカーのファビーニョがいたんだよ。めちゃくちゃファビーニョにパスカットされまくったっていう。あれはちょっと見せられないね。バカでしかないから。これもバカでしかないわ。やばい。ナイス。俺何も操作してない。縦切れ、きついか。あぶねー。サイドバックに変えたそう。いいね。誰か走ってる。クライファート押せないよね。いや、ここはベッキーに渡して、クライフ走ってるけど僕は出せないと。で、ここワンタッチでクライフに、クライフ、クライフ、クライフ。まだお前だ、まだお前。結構でも俺守備どうだ。いや、これはザル守備だ。まずい。これ取ったでしょ、さすがに。一回キーパーに出すな、出すなよ。オッケー。いやー、パスコースないな。一回サイドバックに向かい出そうか。これ結構やられるとうざいって人いるよね。ゴールキーパーからサイドバックにパス出すやつ。これもスルーパスの人ないんだけどね、正直。クレハートは中にいてもらいたいんだけど。ファンダイクでけ。でファンダイクね、裏取れば結構の確率で裏通してくれるんで。いやー、これメッシ、ロナウド走ってる、怖すぎる。やめてね。取れるよ。ナイス。やばくね。もうクリアクリア。あ、え、ちょっと何がってか分かんない。いや、ちょっと交代してるか。ここでスパサブ最強モリンデスを投入します。マジであのね、モリエンデスが強すぎる。まあ見せるわ、今からモリエンデスの強さを。クライファード疲れてるんで。いや、でも絶好調か。ルメリゲ変えるわ。なんかね、俺のルメリゲね、なんかあんま強くないんだよねいや、強いんだけどなんかね、なんか違うんよ。うん、ムバッペが強すぎるんだよね。正直、俺、ルンメリゲーできると思ったんだけど、ムバッペゲーになっちゃってんだよ、なんか最近。最近じゃないか。ちょっと使ってみてね。道具も手に入れたから使ってみようかなと思うんだけど、でもやっぱ、
オーウェイよりはルメリンが強いと思う。いやもうなごめんなさい、下手くそですね、はい、どうすればいいかちょっとアドバイスくれ、マジでアドバイスくださいだね、くれじゃないね。いやファンダイク、ファンダイク後ろやるんだ、あ、いいね、これファンダイクワンチャン。いやどうすればよかった、だからスルーパスやっちゃうんだよね、やめたいんだけど、それスルーパス病に陥ってる俺は。このパス回しはいいよ、スルーパスをあえてやめるっていう、ここ取って時にしかない。オリエンテス来たー、フルパフォーやめよう、正直これでリプレイ見たいんだけどね。まあ今のナイスショット、オリエンテス最強、また変えよう、あの誰だ、トップライフをちょっと変えないといけない、疲れちゃってる、取れる、マジか、いないんだよね、クライフにワンチャン通る、ベッキンか、中にベッカム、ベッカム来た。まあね、相手とロマンの何選手の差があるから、あ、対戦ありがとうございましたが、これはだよね、これで終わりにしようかな、時間もちょうどいいよね、まあ多分最後までね、まあ、見てくださってる方は本当ありがとうございます。はい、じゃあねこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。で、あとお願いします。あのコメント欄にどうすれば、上手くなるか、上手くなるかっていうか、どうしてみればいい、というのがスルーパスよくやっちゃうんだよね。通んないスルーパスをやるのはやっぱ良くないと思うか。でもそれか、もう通んなくてももしかしたら通るかもしれないからスルーパスをやるか、どっちがいいかちょっとコメントお願いします。ご視聴ありがとうございました。